1,2,3,4,5 はい、6日目ですね。いや、そろそろ飽きてきた。飽きてきた頃かもしれないですけど、次がラストなんで、ね。ちょっと、もうちょっと見てってもらえると嬉しい。嬉しいです。今日ね、ミロのヴィーナスを描こうと思ったんですけど、え？なんか2体いる。こっちがミロのヴィーナスですよね。でもこの人も見たこと、この人も見たことあるんですけど、なんか、誰？誰？誰この方？カッパーヴィーナス？こっちカッパーヴィーナスっていうの？え、このヴィーナスって種類ある？もしかして。これがギリシャのヴィーナス像。で、こっちが、カピトリーノのヴィーナス胸像。あ、なるほどね。こっちの古代ギリシャの、クニドスのヴィーナスの影響を受けて作られたのが、こっちのカピトリーノのヴィーナス胸像ってことらしいです。まあ、じゃあ、双子みたいなもんなんで。こうします。こうしましょう。私ね、ミロのヴィーナスね、多分描いたことないです。こんなに見たことある、多分見たことある石膏像でナンバーワンだと思うんですけど、歴史とかでね、習う。描いたことないのに、2個描こうとしてるからね、しかもこの、めちゃくちゃ短い時間の中で。最近ね、引きこもってるからね、お肌の調子がね、結構いいんですけど、やっぱりね、モリエール描いた時のね、顔の調子が、個人的には良すぎて、あれを超える顔の調子も2021年現れないんじゃないか、もう思ってる。よし、よし、いいんじゃないでしょうか。またね。